リチャンネル。はい、皆さんどうもマキです。マリオブラザーズワンダーパート31やっていきましょう。ああ、そうだった。めっちゃ言うな。この左下のところが残ってるから、ここをまず攻略しましょうというところでしたね。おそらく、これだね。マグマの樹海の、どこかのルートが、ああ、確かね、覚えてるわ、これは。ここだ。ここに、スペシャルワールドへの動線があります。さあ、最後だね。うん、マグマの樹海スペシャル。太陽のスピードキング。面白そう！さあ、太陽のスピードキングというところでグッドラックやっていきましょう。はい、いいよ。はい、来たー。さあ、お、鉄球になって、あ、なるほどね。ゴーゴーレッツゴー。いいよ。結構、やばい、間に合うか、あぶれ、嘘、あ、あぶれ、あ、これやばいやばい、これ間に合わそう、大丈夫かな、あ、待って、どっち、見わかんないって、あ、いけるかこれ、ワンチャンいけるぞこれ、キワキワ、きたー、めちゃくちゃうまい今の、はいはい、待って、お、いける、きたーマジ奇跡的に生きてる、いいよ、はい、あ、はー、さあ、ここだね。戻ってきた。はい。はい。いいよ。あ、やらかしたー。よし。戻ってきたかな？オッケー、戻ってきた。で、ここを跳ねて、ここだね。ちゃんと着地して。オッケー。で、上か。はい。いいよ。ナイス。お、しかもこいつに乗ってくんだ、なつ、お、待って、どうすんのこれ、こうか、え、どうすんのこれ、さあ戻ってきた、ここだね、この先このドラゴン乗っていくんだけど、もうこれがっつり行っちゃったらこうか、もう先行った方がいいわ、こうガンガン行った方がいい、これきたー、ナイスー、よかったワンダーシード、きたー、これ土管入れないよね、これ何この土管。さあ、ここは、はい、くるりん、ナイス、ワンダフル、きたー、いや、シンプルで面白いコースだったね、これね。ナイスー、さあ、これで、スペシャルワールドのコースも全部いけたかな。さあ、開通して、あれ？あれ？この、待って。ここやってなくね？この中央。あれ？え？待って、1、2、待って、何個ある？ 7 個？え、だってさ、7個でしょ？マグマの樹海で6個でしょ？え、じゃあフラワーショットに何かあるってこと？ちょっと見てくる？え？待って。ゴールデンボーナスね。これはカットします。はい、戻ってきました。じゃあ、フラワー諸島にないか確認するか。いや、ないと思うんだけどな。あったら気づくよね、普通に。うわー、待って、これは？え、違うよな。え、これじゃないよな。でも、花がついてるから、あれの可能性あるくない？え、もしかしてここ？ここクッパだもんね。クッパ城への道だもんね。でもなんかさ、気になってんのは、今ここの花はさ、紫色でしょ？紫色。ちょっと見えづらいけど。で、ここの、あ、ここ紫か。ちょっと調べていいですか？わかんないな。
はい、皆さんどうも。ちょっとね、ちゃんと見れば分かったことでした。あのね、手前ってかね、手前でね、ついに見るのやめちゃったんだよね。ここにあったわ、スペシャルワールドへ。さあ、じゃあ最後の、スペシャルワールドへの、クリア、違うな。最後のワールドというかコースかな。フラワー諸島スペシャル。飛べ、クリボー、修練場。いや、これあれかな？またクリボーになって進むみたいな感じなのかな？はい。オッケー、いいよ。お、やっぱりそうか？来たー！これ、あ、ダメなんだ。ドスン。待って待って、さあ、再挑戦。これ、どうすりゃいいんだろう。振って、待って、どのタイミング？タイミングずれる？これ。あ、ずれそう。待って、早く、オッケー！あぶねえ！で、落として、これは乗って、降りる。オッケー！いいよ。さあ、なんかこのクリボーになるのってさ、マリオオデッセイぶりだよな。多分オデッセイの時にさ、キャプチャーでクリボーになれるみたいなのがあって、その時もそんな感じだった気する。3D ワールドでもあるのかな？あ、被り物であったのか。そうだそうだ。さあさあさあ、そんなこんなで進んできまして、いけるか？オッケー。はい。オッケー？てか、クリボーさ、手がないのかわいいな。はい。いいよ。下。いいよ。危ねえ。危なかった今。これは一回左ちゃんと戻って。はい。はい。はい。いいよ。これは急げ！オッケー！あ、隠れんのかこれ。いけ！急げ急げ！急いで急いで！オッケー？これも、来るから、一回かわし、あ！悔しい。はい、戻ってきました。ここだね。やっぱりさ、クリボーが走れないからタイミングを読む必要があって、それがむずいね。結構キワキワまで行って追いかけるように、そして左に避ける。もうタイミングもオッケー、いけた。うわ、むずそう。左が出たらだね。左が出たらこれに乗っていく。いいよ。はい、ナイス。うわー、いけるかなこれ。あの土管気になるけど、左が出たら、はい、やばい、取りたい、やばい、間に合って、あ、危ねえ！ナイス！夕方ワンダーシード！いやー、面白い、この、危ねえ、死ぬとこだった今。これはもうダッシュで、バッチの力で行こう。はい！くるりん！ナイスー！ワンダフル！いやー、面白かったなー。このクリボーのさ、あの敵がね、クリボーの、クリボーになることによって敵がマリオの時と違った挙動をするっていうのが面白いよね。さあ、これで7つ、正確には6つのワールドプラスフラワー諸島の、全てのワンダーシードを獲得できたっていうところになってます。じゃあ次回からこの中央やっていこうかなと思ってます。最後に、うわー、どうしようね。あのね、結構見てよ、これ残機ね、結構減らしちゃったんだよね。あ、これさ、ちゃんと分かれてんだ、パネルくじ。はいはいはい。あ、なんか、待って。記憶容量不足。待って、録画は？大丈夫？あ、大丈夫だ。はい。びっくりした。一応さ、どれ、何が空いてるのか分かんないから、一個買ってみて。あ、なるほどね。ああ、なんか。ああ、一応、埋まるようになってる？ああ、違うね。埋まれるようになってるわけじゃないんだ。マリオは？あと一個でしょ、マリオ。あ、埋まった。ルイージは？
こうやって単体で買ってった方が確率としては高そうだからいいのかもしんないね。はい、いいよ。ルイージも埋まった。バルンピーチ、バルンピーチもうあれだね、スカートの中身丸もろ出しだな。クリボピーチ、オッケー。ピーチも埋まった。レイジ、いいよ。レイジも売り切れ。黄色ピノキオすごいな、クリボーの上にキノピオの傘があそこはメインなのかっていうぐらい、だからそういう説あったよね。なんかあのクリボー、キノピオの上のキノコ部分が本体でみたいな、下の部分は本体じゃないみたいな説あるよねこれで青キノピオも OK で、キノピコ、あ、お金がない、また来てくださいね。はい、ということで一旦ここで区切って、また次回のパートで、中央のところ、ここを進めさせてもらえればなと思います。よかったら高評価ボタンを押して帰ってください。お疲れ様でした。